クリスマスローズ大好き、野々口みのるの園芸ノート。皆様、こんにちは。クリスマスローズ大好き、野々口みのるの園芸ノートです。今ご覧いただいている、株は、横山園芸さんのプチドールですね。回転台に乗っけて、ターンテーブルに乗っけて、今回しています。見ていただくとわかるように、古葉が傷んで、古葉って言ってるのは、去年に、展開した、去年の春ですね。春に展開した葉っぱですね。だから去年の今頃、新芽が出てきたやつです。で、すでに一年間農薬名を務めてですね、もうすでに傷んできていると。で、横に、横にっていうか、その間にですね、つぼみが見え隠れしてるかと、ピンクのつぼみが見え隠れしてるかと思います。この古葉の付け根のとこに、花芽が上がってきて、上がってきていることによって、この古葉がね、横にこう倒れ込んできているわけですね。まあ、大体11月から、まあ、1月ぐらいにかけて古葉切りの、タイミングになるかと思います。まあ、いずれこのまま置いててもですね、枯れていきますので、この1月までの期間の間にきれいにしてあげるといいかと思います。もうカメラを操作しながらなのでやりづらいんですが、この古葉をですね、チョキンチョキンと切っちゃいます。はい。このような感じですね。いかがでしょうか。ちょっとまたターンテーブル回してみますけれども、こういった形でつぼみがいくつも上がってきてます。先ほど切った古葉の付け根のとこからこう上がってきてるわけですね。よくわかるかと思います。ここにあるのはですね、これ、新しくできてきてる新葉ですね。これもそうですね。で、これもちょっと、新葉ですね。はい。まあ、花、つぼみが上がってくると、ちょっと、前後というか、ちょっと遅れて、こういった新芽が上がってきます。まあ、これが葉っぱとして、このように展開してくるわけですね。
これは古いやつですね。これは切っちゃっていいですね。よいしょよいしょ。このように去年の春ですね。春に出た古葉は切っちゃいました。ただし、今出てきている新しい葉っぱ、あるいは、こういう、これですね、葉っぱですね。あるいは新芽がこう上がってきてますけれども、こういったものはですね、残しておくわけです。これは新しい葉っぱですね。これもそうですね。新しい葉っぱ。これらは残します、全部。まあ、そうすることによって、その来年、今年出た新葉の根元にですね、このように花芽がつくわけです。これね、葉っぱの、これが成長して、この葉っぱの根元にこうやって、花芽が上がってくるわけです。こういった状況で、栽培していきます。このつぼみの状態は非常に可愛いですよね。で、たくさんこう、見ていただくと、一つの花片で、もう最低3つついてきてます。非常に栽培がうまくいった事例になるかと思いますね。で、この中心部のところに、ね、新しい新芽とかも出てきてますので、たくさん出てきてます。だからこれがちゃんと成長すれば来年また同様にこれ以上ですね、に花を立ち上げることができるので、皆様も、楽しんでいただければと思います。まあ、今回こんな子を見つけちゃったっていう感じで、こんな子っていうあれでもないですけども、まあ、通常に、生育して花をたくさん持った事例をご紹介いたしました。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。クリスマスローズ大好き、野々口実の園芸ノート。皆さん励みになりますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。